キャバクラバトルスタートです。さあ、ついにやってまいりました、リーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。本気で行くよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。ついに頂上決戦、勝つのはどちらか。また来ちゃったよ。最高や。盛り上がりましょう。面白いね、君。ようこそ、フォーシャイン。盛り上がってきたわ。盛り上がりましょう。美人だな。ようこそ、また来たね、フォーシャイン。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。お願いします。助けを求めてるように見えますが、お待たせしました、べっぴんさんやないか。当社員店長、さりげなくフォローします。失礼します。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。楽しく行こうか。かわいいやないか。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。ようフォーシャインフィーバータイムだ。楽しい。フォーシャイン売り上げが100万円だった。盛り上がりますよ。助けを求めてるように見えますが、フォーシャイン店長、さりげなくフォローします。お会計ですね。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ここがどう動いてくるのか。最高だよ。よろしくお願いします。美人だな。お願いします。お会計ですね。絶対また来てください。お願いします。ようこそ。助けを求めてるように見えますが店長も女の子をしっかり支えてくれています。おもろいな。最高や。フォーシャインフィーバータイムだ。お待たせしました。絶品さやな。お願いします。お会計ですね。また来てくださいね。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。楽しく行こうか。お客さん盛り上がってきたわ。ピチピチやな。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。お客さん、どんどん行っちゃうよ。アイカがノリに乗っている。フォーシャインも飲まれてしまうのか。ん、助けを求めてるように見えますが。店長も女の子をしっかり支えてくれています。ようこそ。ここで2分が経過。今日は最高やな。よろしくお願いします。今日は楽しい。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。また来てくださいね。お願いします。いらっしゃいませ。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。楽しい。楽しいよ。カナです。よろしくお願いします。どうもです。いいねいいね。お願いします。助けを求めてるように見えますが。フォーシャイン店長、さりげなくフォローします。残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。
助けを求めてるように見えますが。お会計ですね。店長も女の子をしっかり支えてくれています。また来てな。ようこそ。また来たで。当社に。いらっしゃいませ。お願いします。かわいいやないか。お願いします。お会計ですね。お会計ですね。もうダメです。ありがとうございました。ありがとうございました。超お金持ちのお客様のご来店、フォーシャインはどんなおもてなしを見せてくれるのか。パーティーはこれからだ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン、最高。終了。果たして勝負の行方は。俺たちの勝利だ。何？いいえ。
何？はい。
このお寿司、どれもこれも美味しいですね。箸が止まりませんよ。おいおい、そんなに食べて大丈夫なのか？大丈夫です。実は私、特技は大食いなんです。これくらいなら朝飯前ですよ。そうなのか、意外だな。だから今日は桐生さんも一緒にガンガン食べましょうね。ああ、俺も大食いだったら負けねえぜ。そうなんですか？わあ、よかった。すごく嬉しいです。大食いだと友達とご飯食べるときとかいろいろと気を使うんですよね。割り勘にできないし、友達に合わせて少しだけしか食べないこともあるし。確かにわかる気がするな。だから大食いの友達ができたらいいなってずっと思ってたんです。桐生さん、大食い友達になってください。お安い御用だ。さあ、じゃあどちらがより大食いか勝負だな。はい、望むところです。じゃあ早速大トロ50貫ください。え？いや、しかしまさかカナが大食いだとはな。だがそれにしてはスタイルはいいんだな。あまり太らない体質なんですよ。それと運動も一応昔からずっとやってるんで。ほう、何をやってるんだ？最近はジム通いですね。あと高校生まではバレーボールやってましたよ。すごいな。カナは背が高くないし、バレーボールは大変だったんじゃないのか？そうですね、最初は苦労しましたけど、でも最終的にはキャプテンにまでなれたんです。おお、カナがキャプテンになれたということは。かなり努力したんじゃないのか？どうでしょう。でもチームで一番練習をしていた自信はありますね。負けず嫌いなので。もしかしたらそれを見ていてくれたから、みんながキャプテンに推薦してくれたのかもしれません。きっとそうさ。一生懸命頑張って背中で語る、カナらしいな。そうですか？でもそう言ってもらえると嬉しいです。フォーシャインでもそんな風にみんなを引っ張れる存在になれたらいいな。ああ、カナならきっとできるさ。しかし話を聞いていると、カナは昔から真面目に努力するタイプだったんだな。そうなんですかね。まあ負けず嫌いですし、やると決めたらきちんとやりたいとは思いますね。だから前の店でも短期間でナンバーワンを取れたのかもしれないぜ。でも私なんてまだまだですよ。話術も技術も中途半端。もっと上を目指したいんですけどね。桐生さん、どうすればもっとすごいキャバ嬢になれると思います？真面目に努力を続けることが一番だ。一流のキャバ嬢の中に努力しなかったやつはいない。努力の仕方は大事だが、俺の目から見てもカナはどんどん成長してる。心配せずに今のまま真面目に突き進めばいいと思うぜ。桐生さん、ありがとうございます。ちゃんと見ていてくれて嬉しいです。やっぱり真面目な努力に勝るものはないですよね。これからも根性を出して忍耐しつつ頑張ります。スポコンな感じになりつつあるが、それでいいと思う。応援してるぜ。しかし以前に比べてだいぶ表情が明るくなったな。フォーシャインには馴染めたか？はい、ユキさんも小雪ちゃんもいろいろフォローしてくれるし、すごく楽しくやれています。
私の欲しかったものが放射員にはあるって冬木ちゃんが言ってたけど本当でした。やっぱり仲間がいるって幸せなことですね。前の職場では私浮いちゃってたから。どうしてそうなってしまったんだ。多分私が目立ちすぎたんだと思います。あまり本気でキャバ嬢やってる人がいない店だったので、頑張れば頑張るほど温度差ができちゃって、神崎さんからお気に入りにしていただいてからはさらに壁ができて、もう自分でもどうしていいのかわからなくなってしまったんです。かな、安心しろ。うちに入ったからにはもうお前を一人にはしない。いくらでも目立ってくれ。俺たちはお前の頑張りを受け止めるぜ。桐生さん、ありがとうございます。本当に放射員に入ってよかったな。私一生懸命頑張ります。キャバ嬢になったからには一流のキャバ嬢になってみせますよ。桐生さん、楽しみにしててくださいね。ああ、もちろんだ。何見てんだ？なんだおっさん。
何見とんねん。やったるで。うざねえからよ。さあ、よっ。時間食っちまった。手間取らせやがって。面白くなりそうや。覚悟はできとんのか。はっ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 やったるで。覚悟はできてるんやろな。しばらく寝てろ。
手間取らせやがって。腹立つ顔しやがって。おい！ったく、時間食っちまった。何見とんねん。泣かすぞてめえ。手間取らせやがって。たく、時間食っちまった。you
いゴルラ喧嘩やったらこうたんぞテイクトラッタッハ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 ッったく時間食っちまった。手間取らせやがって気に入ったぜ。ありがとうございました。喧嘩を取んなよ、おっさん。しばらく寝てろ。
しばらく寝てろ。